新型コロナウイルス感染症が今日本中に拡大する中、この冬に向けてインフルエンザとコロナの同時流行の可能性も危惧されているところです。今回、新型コロナウイルス、インフルエンザに負けない感染防止対策と健康づくりについてお話しさせていただき、少しでも皆様のお役に立てたらと思います。3部に分けてお話ししようと思います。第1部は、新型コロナウイルス感染症をもう少し知ろうということで、インフルエンザとの違いも含め話します。第2部は、新型コロナ、インフルエンザに負けない感染防止対策について、手洗い、ささっと済ませていませんか。第3部は、新型コロナ、インフルエンザに負けない健康づくり、治療薬やワクチンが完成するまでに我々にできることについて話します。少しの時間お付き合いください。第1部、新型コロナウイルス感染症をもう少し知ろう、インフルエンザとの違いは。今、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大しています。図のように、日本の新規陽性者数は2度のピークの後、10月から再度増加。11月5日には2ヶ月ぶりに1000人を突破し、まだまだ急激な増加を続けています。長野県も11月に入り、急速に陽性者数が増加し、11月24日、県全域で感染レベルが引き上げられました。インフルエンザの流行状況について示します。赤の太線が今年1月からの感染者数の推移です。流行期にあっても、例年と比べ低いレベルで推移してきましたが、寒い時期に向け少し増加してきています。やはり例年通り予防接種での予防は大切です。下の図は日本と季節が反対の南半球オーストラリアのインフルエンザ流行状況です。オーストラリアでは日本が夏の時期が冬です。例年に比べて非常に低いレベルで感染者数が推移しています。新型コロナウイルスに対しての感染予防対策を徹底することで、インフルエンザの感染者数は低く抑えられるかもしれないことが考えられます。コロナウイルス感染症に関して簡単にお話しします。コロナウイルス感染症は、従来日常的に感染する風邪のウイルスとして4種類が知られていました。しかし、2002年、新型コロナウイルス感染症として、SARS 重症呼吸器症候群、これは2003年に収束しています。2012年 MERS 中等呼吸器症候群が発生し、これは致死率 35% と高いこともあり、感染者が重症であちこち移動できる人が少ないため、全世界的流行を起こさずにとどまっています。そこに今回、中国湖北省武漢で新型コロナウイルス感染症が発生し、COVID-19 と命名されました。全世界的流行、パンデミックとなり現在に至っています。新型コロナウイルスとインフルエンザの感染様式について示します。ウイルスが人の体の細胞に侵入する際は、受容体という鍵穴が必要です。人のインフルエンザの受容体は、主に上気道に存在します。このため、主にウイルスは上気道の細胞の中で増殖します。鳥インフルエンザの場合は、主に肺に受容体が存在しますので、重症の肺炎が起きることがあります。一方、新型コロナウイルスの場合は、ACE2 と呼ばれる全身臓器に存在する受容体に結合して細胞に入り込むと言われています。したがって、全身の様々な症状が出る可能性があります。ウイルスは自分だけでは増殖できず、人の細胞を利用して増えていきます。新型コロナウイルスは ACE2 受容体に結合し細胞内に取り込まれます。遺伝子 RNA が感染細胞内で翻訳複製され、感染細胞の細胞内器官を利用して必要なものを作り、ウイルス粒子が完成します。細胞内で増殖したウイルスは細胞外に放出され、次々に全身に広がっています。新型コロナウイルス感染症をはじめとするウイルス感染症の病態を理解する上で、免疫系の働きを知ることは役立ちます。軽症で済むか、
重症化するかは免疫系が左右すると言っても過言ではありません。人は粘膜免疫、自然免疫、獲得免疫という3段階の免疫でウイルスと戦います。ウイルスは我々の体内に鼻、口、気道、腸管などの粘膜から入り込みます。ここで戦うのが粘膜免疫です。粘膜の細胞は口では唾液、気道では気道粘液、腸では腸管粘液を分泌します。粘液は粘膜を保護し、様々な抗菌物質が含まれ、ウイルスと戦います。また、粘膜の下には免疫細胞が控えており、免疫グロブリンの一種である IgA を分泌し、ウイルス感染を防ごうとします。粘膜免疫が勝った場合は、ここで戦いは終了して、感染は成立しません。ウイルスが粘膜免疫を破り、感染が成立した場合は、自然免疫というシステムが作動します。まず、ウイルスが細胞に感染すると、感染した細胞がインターフェロンという抗ウイルス物質を出します。この物質はウイルスと戦うとともに、免疫細胞であるナチュラルキラー細胞、マクロファージ、樹状細胞などに働きかけます。すると、この免疫細胞たちはウイルスを攻撃し破壊したり、食べたりして感染を阻止しようとします。また、サイトカインという様々な働きをする物質、何種類もありますが、これを出します。そしてこのサイトカインがさらにウイルスを攻撃します。感染後数日間はこの自然免疫が主に働き、ここでウイルスとこれらの細胞が戦っている結果として熱が出たり、喉が痛かったり、鼻水が出たりという風邪の症状が出現します。自然免疫がここで勝てば戦いは終了、治癒に向かいます。数日間自然免疫が戦っている間、ウイルスを食べた樹状細胞は、ウイルスの情報を次の免疫細胞であるリンパ球に提示します。情報を受け取ったリンパ球は、最大限の武器を使ってウイルスを消滅させようとします。これが獲得免疫です。情報を受けて、リンパ球の一種である T リンパ球は感染細胞を攻撃します。もう一種類の B リンパ球は抗体を産生し、ウイルスを不活化します。この獲得免疫の感染には、1から2週間がかかります。この1から2週間の間に、免疫の調整がうまくいかないと、自然免疫のところで戦っているマクロファージが、ウイルスと戦う武器であるサイトカインを異常に産生し、これが全身の細胞を攻撃し出します。これがサイトカインストーム、免疫の暴走と呼ばれる重症化の本体です。免疫を調整する力が落ちている場合は、このサイトカインストームを起こしやすく注意が必要です。症状経過です。新型コロナウイルスの受容体は全身にあるため、様々な場所で症状が出る可能性があります。初期の頻度の高い症状としては、発熱、倦怠感、咳ですが、いずれも普通の風邪やインフルエンザと区別はつきません。味覚、嗅覚障害は比較的特徴的な症状です。発症して1週間程度、前のスライドでお示ししましたが、自然免疫で免疫細胞が戦っている症状として風邪症状が出ます。80% の人は自然免疫が勝ち、軽症のまま治癒します。その後、肺炎を合併し獲得免疫まで稼働して抗体ができて、なんとか治癒する人が約 20%。重症化してサイトカインストームを併発する人が5から10% と報告されています。最近は早期診断治療で重症化率が下がっています。しかし、さらに感染が拡大し、医療が逼迫して追いつかなくなると、重症となる人はまた増加します。CT 検査は前例に実施するようなものではありませんが、70から80% の新型コロナウイルス感染症の患者さんで肺炎初見が認められ、遺伝子検査と同様、診断の上で重要な検査であります。重症化についてお話しします。本来ならば、ウイルスと戦うための免疫細胞が、高齢者など免疫の機能がうまく働かない方は、過剰に活性化され暴走し、
サイトカインという物質が、本来これもウイルスをやっつける働きがあるのですが、これが大量に放出されます。これがいわゆるサイトカインストームと呼ばれ、肺をはじめとした全身の重要臓器を障害、血管の中に血栓を作りやすくします。このため急激に状態が悪化し、生命を脅かします。重症化しやすい人を示します。年齢は大きな要素で、30代を1とした場合、60代以上ではとても高い率だというのがわかります。また、死亡率に関して、最近のデータでは全体で 1%、50歳代以下では 0.06%、感染した場合2000人に1人なのに対し、60歳代以上では 5.7%、感染した20人に1人と高率です。インフルエンザの死亡率は 0.01 から 0.1% と言われています。新型コロナウイルスの感染期間と検査陽性期間を示します。発症2日前から感染力があり、発症直前が最大感染力であること。発症者の約 45% は発症前の患者から感染している事実に注意しなければいけません。発症6日目以降の濃厚接触者からの感染報告はなく、感染性の期間として発症7から10日と言われています。PCR 検査は発症数日で最大感度、30日を超えて陽性となった報告もあり、感染性期間を超えて遺伝子が検出されることはあります。抗体は発症1週目頃から上昇してきます。インフルエンザと新型コロナの違いです。発熱、倦怠感、鼻汁、咽頭痛など、いわゆる初期の風邪症状では区別がつきません。味覚障害、嗅覚障害はコロナに比較的特徴的です。また、症状が出た場合はコロナの方が長引く傾向があります。感染力は、インフルエンザは症状が出てからが最大ですが、コロナは症状出現前が最大です。またコロナウイルスの方がインフルエンザウイルスより環境で生存する期間が長いこともあり、感染が拡大しやすい可能性があります。検査についてです。遺伝子検査、いわゆる PCR 検査、抗原検査、それと抗体検査があります。遺伝子検査はウイルスの RNA という遺伝子を処置で増幅させ検出します。抗原検査はウイルスの表面にある抗原というタンパク質を検出するものです。ともに今感染しているかどうかを調べる検査です。抗体検査はウイルスと戦うために人の体で作られる抗体を検出するもので、過去に感染したことがあるかどうかを調べます。遺伝子検査、抗原検査とも当初に比べ検査体制が整ってきています。検査の感度、得意度は図に示した通りですが、いずれも 100% ではないため、総合的に判断して繰り返し検査しなければ診断つかない場合もあり、難しい問題です。現在の遺伝子検査の体制です。松本医療圏でもかなりの件数で対応できるようになってきています。インフルエンザ流行期も迎え、発熱した場合の検査受診体制が11月中旬以降から変更になりました。かかりつけ医、身近な医療機関への相談、どこに相談していいかわからない場合は、相談センター、保健所への電話という流れになっています。重症度分類です。酸素の取り込み状態などを参考に分類されます。当初は使用できる薬がなく手探り状態でしたが、承認薬レムデシベル、デキサメサゾンやアビガンのように今後承認が予想される薬剤など一定効果が確認され、重症化率や死亡率は当初より減少しています。特にサイトカインストーム、過剰な免疫を抑えるためのデキサメサゾンが使用されるようになったこと、血栓症を合併しやすいことが分かり、血栓予防の薬剤が使用されるようになったことが大きいと言われています。幸い今のところ当院では重症化に至った患者さんはいませんが、超重症例で使用されるエクモは使用できる施設が当県でも限られており、
できるだけ重症化しない医療が大切と言われています。流行国でさまざまな後遺症の存在が明らかになってきています。我が国では厚労省が国内の後遺障害の状況を研究するよう8月から研究班を立ち上げています。近い将来我が国としての報告がなされる見込みです。軽症例でも後遺症が後に出てくることもあると言われており、若い方も重症化しないから大丈夫と思わず、やはり自分がかからないように行動することはとても大切です。感染対策の切り札としてワクチンが期待されています。これは11月24日現在の開発状況です。種々のワクチンを世界中が全力で開発しています。アメリカでは10月に実用化は来年という報道でしたが、1ヶ月後の11月25日には今年のうちに供給できそうという報道もあり、緊急的に実用化されていく方向と思われます。有効性とともに安全性の確認がとても重要であり、また超低温保存、管理、輸送など解決が必要な問題もあり、日本での実用化にはもうしばらく時間が必要そうです。10月28日の厚労省のまとめでワクチンの開発状況、有効性、安全性に関して報告されています。重症化率や死亡率の変化ですが、当初の1月から4月に比べ、6月から7月では高齢者の死亡率がかなり減少しています。これは診断治療体制の整備が進んだこと、一般的な感染予防対策の実施などの努力の結果と思われます。しかし今後このまま感染者が増加し、医療現場が逼迫すると、再び死亡者数は増加する危険があることを知ってください。少しずつ正体が見えてきて、治療薬、ワクチンを世界中が全力で開発中です。しかしもう少し時間が必要です。正しい知識で正しい感染対策を徹底し、新型コロナウイルス、インフルエンザに立ち向かいましょう。自分たち一人一人が、そしてそれぞれが属しているチームで、そして地域全体で新型コロナウイルス感染に向き合い防ぎましょう。実際の感染防止策については第2部でお伝えしたいと思います。